勘違いするな。暴言が許される部屋なんてこの世にえんだよのうにねんで。勘違いするな。あないから。夜が更けました暴言を吐いていい時なんてないんで。だそんな、そんな時はないぞ。<laughs> あのな暴言とか人を傷つける発言が許容される。 世界戦なんていうのはこの世にないっていうのをみんな覚えておこうな。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。特にしようないです。まあ、白と黒の理由を言って。 いうのは大事だと思うんですけど、もしこの人と考えが違うなと思っても、その人の白理由黒理由が全う正当だなと思ったら自分の思考も変えていこうかなと思ってるので、あまりロックせずに視野を広くしていきたいなと思ってます。なので占い師この人偽っぽいなと思っても。まあ何て言うんだろう？あまりロックせずに考えていきたいなと思ってます。なのでなんかすごい偽で思われてる。 あの残念シーンとかいると思うんですけど、<laughs> まあ、諦めずに頑張っていきましょうとか,なんか、ね、村もそうだけど、なんか諦めて、じゃあ自分釣りでいいやとか、柱とか、あんまりそういうのやめてほしいかなと思ってます。そういうのってもうゲーム性じゃ崩壊っていうか、あんまり楽しくないと思うので、みんなが。はいまあ、楽しくやっていきましょう。ぐらいかな。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番、塩ないです。そうですね。えー、っと。 まあ、ロックせずに頑張っってていきましょうっていう感じで6番さんに関しては、まあ、印象がいいくらいですかねあの。陣営は分かんないけど、まだ印象は良さげな感じです。6番さんの位置でしかも CO もない場合って、まあ、なんかそうやって進行論言うのが定識だとは思うんですけど、まあ、そういう時に なんか何て言うんだろうあのー、もしその6番さんが言ってた進行論と違うことをしてた場合6番さん逆に怪しい人外っぽいなって思うようにしようかなって感じですかねはいまあ僕もちょっとあんまり何か喋れたかっていうと様子を落とせたかっていうと微妙なところはあるんですけどまあ2周目頑張っていきたいと思いますよろしくお願いしますはいありがとうございます 6番に乱四郎、番に乱四郎が刺さっております。お願いします。えー、っと、7番さんに関しては、まあまあ、全く、まあ、柔らかい物腰の方ですが、色落ちはしませんので、うん、あの僕、占い師からのお願いがありますが、えー、村の皆さんは、霊能者についてのどうだこうだ、審議とかね、触れずにほっといてくださいね。えー、っと、このゲームは、 占い師の審議、そしてグレーをしっかり精査することが勝つための一番の近道だと思いますのでね、あ,あ、岸さんについてはね、盤面盤面で、えー、潜る、出るっていうのね、えー、しっかりとね、見極めて、えー、自分の判断で出てください。無意味な潜伏とかね、えー、まあね、潜ってた状況がいいなっていうとこにに、ね、出てくるとかね、っていうのはせずにね、しっかりと、えー、考えて動いてください。 ありがとう。9番のプレイヤーが発言しますはい、9番です、お願いします。占い師をランダムで2番が白。ランダムで2番が白です。太鼓8番について、オオカミた場合86は、まあ、盤面的になくはない。6番でトップバッター位置だから発言が弱くなってグレーズメになったら、初刑位置に上がりやすくはなるから、発言が伸びにくいから。だから8番が囲ったはあるけど、発言では取れてない。盤面の話ですね。 で7番が良かったのは良かったっていうか7番がこうバーって喋ったじゃないですか6番の精査をした後にでそれでも僕の要素って落とせたかは微妙だっていう思考があまり狼っぽくないと思った自身が頑張って要素を落とそうとしたけどそれでも要素落ちてないかもしれないけどっていうわかるわかるかる伝わってるかな <laughs> そうぐらいですかねはいまあ安直安直というかまあ雑,雑ですけどねまだぐらいですね 棋士については3一以外は基本出てほしいですけどね。以上。1番のプレイヤーが発言します。さあ、どうでしょうかはい。うーんなるほどね。えー、3一以外、棋士出てほしいんですかまあ全能、まあ、なんてほぼない,っていうなうんだよな。いやー、棋士はやっぱ潜伏が強いと思ってますよ。結局、陣外っていうのは黒打って破綻することもあるし、あとはにぐっちょぶ。 あの狙ってほしいと思ってるので、うん、そういうところでね、はい、僕が今騎士ないのをすかしたから陣外とかにやめてくださいね。はい、でも、8級については、まあ、万面次第じゃないですか、8番さんは全然真に取る気ないですよねっていうところはすごく感じましたし、でまあ、グレー6番さん、7番さんで言うと、6番さんでちょっと気になったのは、あのなんだっけな、考え方が違ったとき、発言に正当性があれば自分も思考を変えるっておっしゃってたけど、俺、それは。 なんか村っぽくないなと思いい思ましたね自分がこうだと思って発言するゲームだから発言の内容が違ったらその人を怪しく見るのはまっとうだと思うんでね6番さんとは思考が合わない番のプレイヤーが発言しますえーっとまあ普通に直近の1番さんがちょっと変だなぁと思っててそもそも9番に対する指摘がそれで思考の違いでしかないからそこで突っ込むのがおかしいと思っててあと8番さんに対してオオカミ探す気ない すないって言ってたけど、それはちょっと暴論だと思ってますかねまだ1周目だし。だ9番に関しては、まあ、6番、7番に引っかかるところがないんであれば、防犯囲に対する厚がけがあってもいいのかなと思ったけどね。かなお釣りかなねどちらかというと、まあ、そうやな。まあ、これはいいや。これはいいです。はい、6番さんに関しては、まあ、余裕はあるなっていう印象。7番さんに関しては、6番に対して印象いいって言ったけど、ど,どこが良かったのかをちゃんと言語化してほしいなと思って。 てますね。思ってました。はい。六七話でも二周目のグレイス聞いてみた分からん。二が程よく。くらさんが一番気になります。三番。のプレイヤーが発言します。さあ、どうだんですかね。うーん。ん感覚的には一番二番どっちかには陣がいるのかな。あまあ両村って感じがしなかったんだよ、ね。うん、まあ、なんか一番はね、そもそも棋士旋風が強いとか言って、引棋士かして、何がしたいのかよくわからないんですよね。まず、なんか。 村だとしてもあまり村りがないですよね。別に僕は騎士はどちらかというと、あまり意識させたい派なんですが、潜伏が強いと思って、のは自身の引き手を使ってどうするんですかと思いましたけど、2>, 2番がオカミでも別にら、ね、だなんか2番のね1、1番って村だとしたら結構なんかね、叩きやすいような発言されてるしてるから、2番が人外でも結構殴れちゃうんですよね。だからなんか1番と2番、両村、うんなんか感覚的にはあんまなさそうって思ったかな。これは感覚論です。占い神業はあんまり分かってないです。まあ、2周目の考察次第かなと思いましたね。 6番7番からはそんなになんか無理やり様子を取,取,取るっていうのはまあできなくはないかもしれないけど、なんか無理やり取って間違ってた場合、あんまり嫌だから、あんまり正直分かってないっていうふうにロカオとしておきますね。はい、4番のプレイヤーが発言します。ああ、一番さん、あのね村だと思うから、<う>一番さん、起死使用する権利、あの4の責任であげます、ね。なので、一番さん、起死使用していいですよ。対抗出ないので。で、えー、っとね、 で一番さんが今見えてる視点で、人外値を落としてほしいかなと思ってます。ねあとはそうだなまあ、8級に関しては単純に八番様が偽っぽく感じだけどね。ただ、二番さんが微妙だったなって思ってますね。うーん。まあ、二種目待ちましょうか。はい、えー、そうだな 絶対市村にこういうやつをるんだよ。とりあえず、あなたレ例を名乗ってください。とりあえずね。これで勝てると思います。そういような4番は騎士以外の何者でもないと思う,う、ねえー、とりあえずノを名乗,名乗ったらいいの。じゃあ、例ノだよ、僕。僕、例ノだよ。<laughs> <laughs> どうしたらいいの知らないけど。4番が。いや、これは言わないでおこう。 うーんとね。ーー6から始まって、まあこの辺進行論。まあとりあえず、まあ、印象は俺もいいかな。しっかり自分の考えを話してた。まあじ2週目、その進行論に乗っていろいろと伸ばしてくれるだろうということで期待しています。7番は、まあ、誰だっけな。3番が言ってたんだっけなんか、あ、いや、3番じゃねえな。誰が言ってたよ、なんか、 7番が6番印象いいって言ってたけど、その印象いい内容がもう伸びてなかったよね話で。まあ確かになって感じ。8級の占い精査は今のところはしてない、できてない。そうね。1、2がバチバチやってんなって感じが。6番のプレイヤーが発言します。潜伏占い9白。1番占い9白か。それで潜伏ですか。 うーんで、9番さんに、す、え、か、ー、しみない、ん ?9 番さんに、棋士の潜伏どこ行って、8人新メ取ロ行ないよって言ったのか。4番さん何だったんだろう、じゃあ。すごい気になったんだけど、芸能、えー、が3で、棋士潜,潜伏、はい。うーん、そうだなー。 だったら1か2から行こうかなと思ってたから3番さんってめちゃくちゃあのなんてうの客観的に良かったなと思った例のあったんでちょっと感じかなどうしよう12だったら、まあ、1の9の指摘かで9はししんしんうんまあわかるかなでも2番さんの1の指摘って私良かったと思うけどね、はい、9八への1番さんって98に何言ってんのと思ったからうんまあでも占いで出たらちょっと <laughs> わかるかなって感じかな 私のこと村っぽくない発言って言ったんだけど、要はロックせずに他の人の発言も聞いて、自分でそれで思考,思考を転換していこうかなって発言なので、まあ、考え方の違いなのかなと思ってました、ね、一番差に関しては。89、89に関しては、えっと、9番さんが7のことローっぽくないって雑だけどって言ってたところは、79、 あんのかな、まあ、要請さ必要かなと思ったんで、この盤面だったんで、ちょっと分かんなくなったって感じですかね。8九に関して2週目かな。いや、難しいな、普通に2週目だと思ってたから。うーん。4番さんは何なんだろう。強人だと思っちゃって。7番のプレイヤーが発言します。はい。ええっっととまあ、4番さんのそのそ、えー 仮置き進行みたいなの5番を例のとして1番に騎士使用するみたいな騎士使用の権利を上げるみたいなのは僕もちょっと初めてだったんでその殴りとかじゃなくて単純にまあちょっと分かんなかった部分があるし、まあ、1番が使用してて3番も使用してる以上、まあ、それは一旦崩れちゃったのかなって思うし、まあ、僕もちょっとうんとは思ったけど、まあ、3使用してる 占いが3仕様で出てきてて、スライドがない以上は、まあ、やっぱ占いの誰かを行く。で、えっ、ー、と、待って、情,情報釣りの場合って誰になるんでしたっけちょっと俺、そこが分かんないんだよな。まあ、誰かが言ってくれるでしょう。9番なのかな ?9 番釣つって黒だったら1番も偽じゃんみたいな感じだっけちょっと分かんねえや。まあ、普通に僕の場合は、あとまあもちろんあの話を聞いて、一番、 その芯はないなっていうところ、三四 o の場合はね、芯がなさそうだなっていうところに投票したいなっていうのはあるんだけど、もしそういうのがあのなかったら、まあ、情報釣りで、情報釣りだと誰なのっていうのがちょっと俺は分からないんだけど、Q とかなのかな分かんないけど、はい。たりを釣りたいかなって思ってます。ね、で単純に、まあ、単品で一番怪しいなとかって思ってたのが、 まあ2の,その1の殴りがまっとうだと思ったし、1が何言ってんのとは思ってたんだけど、まあ、本当に占いなんだとしたら、みたいな、まあ6とほぼ同じなんだけど、っていうのはちょっと思ったから、結局、8番のプレイヤーが発言します。<laughs> はい、頑張りましょうかということで、はいはいはい。七 <laughs> 番さん、えっ、ー、と、情報釣りだったら一応俺になるのかなああ情報釣りでつまらんような形で。 ああ、黒、見たいからっていう理由で、八番釣るって言ったやつ、クソくれーな考えするやつやめろよ。ああ。なんだこれ一番。まあ一番、ローだろ、これ。軸的に出てきてって、にえわしといて。なんかわけわからんこと言っててね。ああ。まあまあ、もう、あのー、新釣りに来たんだろう。これワンチャン、一二ローロー急急極人で、えー、ローが出てきて新釣りに来たんじゃねえか実は囲ってて。あるんじゃないか、うん、俺、四番さんがちょっと教えて。 純粋に黒とかじゃなくて、4番さんが1番のことを棋士権で上げるよって言ったのをちょっとすんません。純粋に分からなかったんで、僕。うん。まあ僕の知識にないんでね。もしあの時間あったらね、発言で教えてほしいです。それ、純粋に4番さん。4番さんがなんでそれ言ったかっていうのも全く分かってない。5番に礼の名乗ってっていうのも全然分かってないんでね。うん。あまあこれ、1郎でしょ。1郎、旧強人だろうなと思うよ。うん。1番何新メトルキナイって。何の話ああ。俺がなんか、 ボスボスって喋ってみたから、演技して。何言ってんだ、こいつ。うん、1番、老、究極人。ワンチャン俺、1 2ロー、2、老、老、究極人あると思ってるよ、うん。いきなりパンチで仕留めに来たっていうね。うん、はっきり言って3、4になった時に真を即釣りさすっていうのがね、村に一番、なぜか6、城しか残せないからだよ。うん、この場面作りに来て、とりあえず殺しに来たと。うん、引っかかったな、俺が悩みを喋ったのわざとだよ、この1番。クソ狼が。 一番九番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。僕の考察では一番狼がヒットかなとは思うかな。一番がもし強陣で使用して八一番強陣視点で八球が進路で二部位で囲えた場合はいいけど、今回僕の僕針なんですけど針に刺さった場合、盤面上情報釣りで八番狼を露呈させるのが。 一番強人っぽくないから一番が狼で出た。で、その場合は14だとしてあの盤面で一番が占い使用しない段階で4番が一番に騎士権利あげるわみたいな変な触れ方で41っぽくはないと思った。うーん、どうだろう。8強人6囲われてた場合の16だったら素直に出とけばよ。で、8白打てば俺を釣れるから、真の。 一応、だから一応狼家庭だったら6と4は弾けるなっていうイメージなんだよな。だからラストが5か7。5番って一応確認だけど、あの、例のじゃないよね。<laughs> 一応ふざけた感じだったから多分違うとは思うんだけど。はい。だったら全論になっちゃうからさ。まあ、多分大丈夫ですね。はい。だから、絞ってるのは5番か7番で、どうだろう。ワンチャン1番がめちゃめちゃこういう盤面で自分がもし釣られて、 黒結構落としてクロストさせて18とかだったらもううまあ、いことやってるなって思うけどな、まあ、基本的には8強161の相方が1517がまあ本線ではあるただ別に今さっきも言ったけど7の黒要素とか5の黒要素は別に特にまだ取れてないただ1614っぽくないってだけ基本1に行ってください1番のプレイヤーが発言します いやいや、死んですよ、僕がね。えっと、5番って口頭で霊能使用してから、ムラすらしてないですよね。全人外露出じゃないですか。8番さん破綻ね。二の狼ないっすよ。で、えっと、僕が潜伏した理由は、まず急強。ま9、あの白が出てて、9が占い出てきたので、強靭確定。で、8番が新目全然取る気ないから、霊能すらする、語りしてんのかなと思ったんですよ。だから、2から5まで狼占いが出るのを待った。それだけです。 だけど8番は動かないって感じで35で例の大悟出てるんで僕目線は8黒で35どっちかに狼で確定です、はい、5番さんが例のじゃないんだったらムラスラって言ってますよね聞き間違いじゃないよね俺頼むよちょっとこれ本当に死んだからここで盤面破綻とかしてたら嫌なんでうんで えっと、9番が棋士出そうとしたよね。3、4、なんだっけ ?3、1以外だったら出ていいんじゃないって言ったけど、それは絶対ダメだから。棋士は絶対潜伏した方が強いし、えっと、新占い師は破綻しないけど、陣外は破綻する可能性もあるんだから、俺は絶対捨てた方がいいよっていうことを言ってて、で、俺が占い師だから、自分の引き師を透かしたんです、わざと。うん、わざとっていうか、問題ないってい感じ。俺は占い師だから。うん、2番さんオッ OK。そこをちょっと組み取ってほしくて。で、今、全陣外露出なんで、これは僕が、 うまく潜伏したっていうところもあるから今日は8番さんいってほしい、うん、って感じいや5番って冗談で、うん、それで何も問題ないでしょっていうところ8番はまず2王カで見てる時点で破綻してるし金もなんかよく分からなこと言ってるでしょ今日82番のプレイヤーが発言しますうーんとあめっちゃ微妙いなとは思ってますかねまあ1番が潜伏した理由はまあ 全然筋が通ってないっていう感じはしないけど、まあ、でも俺はあんまり構造的には納得できないと、ね。こ番で芸能じゃないと思ってますね。8球で出るなら出るべきだと思ってますね。5番って冗談じゃないのあれ。8番が言う1 2 6ろの急遽って無理やりだと思ってて、要素が取れてないんで、8番の発言もシーンがないかなと思っていて、かな。だから、だから1番でいいとは思ってるんですけど、逆に。だって1番で、 これ白例えば落ちた場合8番の考察でどうなるんだろうってすごく興味があるしグレーがあんまりというかそもそも3番が2番に対して不平等精査をするせいでかなり乗っかられてるんで俺自然全然見えんっていうか3番って初週に1番が村だったら2番が人間の時に1番を釣り,し釣りをしやすいって言ったけどえっと2番が村だったその村なんですけど村だった場合でも1番には突っ込まざるをえないんで3番ってめっちゃ不平等な精査してくるなって思ってて。 <laughs> だから5番が白く感じたかな、5番って、まあ、俺が言ったんですけど、7番に対してフォーカスを当てていたから、5番だけは印象がいいなと思っていて、6番に関しては4番は強靭で見えてるんであれば、1、2のランテージっておかしいと思ってるし、通信用状況下での1、2でいいとか言ってたけど、その理由をちゃんと上げるべきやし、4強靭で見えてるんであれば、7番に関しては5番から7が怪しいって言われてるのに、そこを、あのー、無視して1、2のランでいいと思ったけどっていうのもおかしい。で1番占いなら 君が怪しいって6番言ってたって言ったけど6番その子言ってないし3番の才次第かな俺は結構あんま心ん。 取る発言ではなかったけど、はい、結論から言うと僕は8番9番のシーンをほぼ切っておりまして1番が絶対シーンだと思ってます。では、1つ出ていただけますから、はい、<ー> ?8 番の偽要素は8番視点で1番がオカミだった場合9番白メリット打つ場合ってっ多分2番の囲いぐらいの12オカミしかないと思うんだけどだとしたら2番棋士かどうか,とか確認した方がいいと思うし 1> 1な,な,なんで9番教授1番ローで固定してるのかな ?1 番がオカミだった場合って基本的にメリットないと思うけどまあ9強で12だった場合はメリットあるかもしれないけどあんまり見にくくないか12の言論じゃないから基本的に1番の白差し行動って自身が破綻して でもいい行動だから8番9番で9番の方が偽っぽいと感じた1番強人が白打った場合しかないと思うんだけど偽の場合って9番の発言もほぼ2シメ新切りでいいと思っていて9番が新視点だった場合って8番の行動って絶対狼に見えると思う8番が強人だった場合って俺はカ8番が強人のカードを持っていた場合って9番の新1番のローが透けているんで8番の強人だから絶対に1番は狼だと言って強く釣りを刺ないですだから8番の強めってない早い口だね9番はカバーってるね基本的に1番が絶対新だと思う。 頑張ってるねー。騎士出ていただけますか ?4 騎士とかでも出て。<laughs> ま、あ、てか多分2番目の考察してるのは騎士じゃない。今日8、ランですよ。早口してるねー、はい。ま、あ、現状からほぼ新規っていうのは9番だと思うけど、俺は8番もほとんどシンプないからどっちでもいいかなと思ってるけど、てかこの岸設絶してるだ、はい、<laughs> ま、あ、そんだけ。伝える気のない早口、まあ、騎士は、6声か1声で守ってほしいけど、騎士出ろって、ってかスムラスって言ってくんない、こんなの。こんな俺1番シンでしかないと思うけど。はい。 まあとりあえずもう、霊能の,の権限使いますね、今回は。はい、8級のランで。まあ、あまり6番は、うん、まあ手が2番、二番黒なんじゃないですか。<laughs> まあ、8級のランで。あ、箱吉ね、ありがとう。はい、二黒かなって言ってるけど。えー、5番岸なんだ。うーん、5番さんが出てくれたのか。 あのー、乗っ取ってるのか分からんから、ちょっと5番さんの発言には注意しておくけれども、あどうしようかな、ただ5番さん、1周目でさ、霊能とかもやってくれてるから、信用していいかなって思ってますね。でいうかさ、さんまさん、本当に新霊能ですか、あなた。あのー、新霊能だったらさ、岸破りやめてもらえるかなって思ってますね。正直、5番さんがやってくれないと、かなり、5、あ、番、のー、さん村だったらさ、やってくれてるっていう構図なんだけど。 かなり厳しい場名をわざわざ作ってことになるからね。で、えー、っとね、あのー、8番さんがんで見えてきたら1、2で追いますよ、普通に。だって8番さん目さん一応1、2に見えてくるんで。で、えー、そうだなうーん、1番さんはね、結果が9しかないから釣りたくないんだよね。 なので、えー、8、九なんか俺釣ってくれそうな雰囲気するなどっちから行くかなぁ。俺釣ってくれそうな、なんか、匂いはするけど、どうなんだろう。この場面両方釣られるの嫌だから、俺釣っといてもらえんのがん。一番さんの占ってほしい1は二以外ですね。一番さんはできれば6を占ってほしいかな。一番さんが二を占ったところで、あんまり蒸らしてん。 意味のない結果なんでいや、5番さんどうなのか注目して聞いてます。結構俺もシーンっぽい発言じゃないギリギリのラインをしたから結構拾えてると思うんだけどね。え大の騎士乗っ取りを危惧してんのって感じだけど。いやまあそれで仮に俺が偽だったとして、まあここで出ない騎士が悪いよねって話だけどね。まあ、どっちにしろまあ噛まれるのかな知らないけど。 うーん、そうなぁ。まあ、三番が言ってたのは結構、まあ、割と理解できたんだよなぁ。まあ、今日1釣る盤面でもない気もする俺も。ってところで、まあ、1、うん、新宿と置いたところで、まあ、釣るなら8なんじゃないかなってことがまあ、悪くけど。9が、あ、今どこ白出しだっけ ?2 出しか。2だし。にしいや。や、うん、俺、今日すんのよ。 どうだろう釣られるかな八9 89、89。じゃあ3万線8釣りたいんだよね。じゃあ8であ<ー>いいんじゃないとりあえず色見るしかないよね。とりあえずどっか釣らないといけないしさ。<laughs> 俺マジで釣ってほしいなー。誰だっけど誰が言ってたん、まあ、?8 の位置で、まあ、6を占っててまあ人狼名はあるよね。 で、囲いがある可能性はあるよねって話は誰かやって,て。ちょっと、しんない発言したけどなーけーいや。うーん、で、まあ、八、ローで考えて、まあ、さっき四万が言ってたように。六あたりは占ったらいいんじゃないかなと僕は思う。うーん、どっち守ろうかね。全プレイヤーの発言が。いや、まあ、俺の進行動としては、仮に俺がつられなかった場合でも、八番に。 投票してないと、真の思考じゃないから、8に絶対入れるんだけど、3番から8番、9番のランテージが入ってるから、ただ8番釣りたくねえな。俺釣られねえかな。マジか、アンジョイチか、だとしたらどうなんだろう。8真で一狼の線が濃厚な気がするけど、ライン切ったンかな八人方。八八8番の,の,のどうなんだろう。もうここはもう8真にかけおい、5番,っと5番絶対3番守っている見せろよ。ほんまに。 バカじゃないのか、これ。三番頭おかしいんじゃないかお、一二ロール、1, 2, 6, 救急人て言ってんだろう、これ。仕込まれとんだよ。一番が、岸、潜伏にグッジョブ、九人村にグッジョブ出せる確率って何パーセントか知ってんのかおああ、俺出したことある。一番。俺出したことないだろ。お計算したことねえだろう。<laughs> 何パーセントでグッジョブ出せるのが俺出したことあるけど。頭おかしいんじゃないかどうにグッジョブお前、 ゲームやってて今までにグッちョブ起こした騎士の確率どんだけあるんだよ ?50 パーも60パーもあるのかあるわけねえだろ、にグッちョブなんて。頭おかしいんじゃないか一番の言ってること。潜伏して。占い殺しに来ただけじゃないかこいつら。まあんぱいちんがそろって。いろいろ9、9人だよ。言ってんだろ ?5 番絶対3番守れよ。何があっても3番噛み抜かれるなよ。分かってんな、お前。魔王っていう名前だったら、魔王らしくしろよ、お前。 男らしく一番アホやからね。五番は四番に言われて礼能でーすって言っただけだよ霊礼のわけねえだろ、あんなので。礼能って言えばいいのって何だこれ。何が破綻だよお前が破綻だよあの五番が礼能だと思ったのが一番。考えてわかるだろう。この人間、本当に。もう言ったからな、一人いろいろ休教人だこれでもわからんかとほんまに一回な、なちょっと松尾寺でも行ってこい。夜が更けました。 死んじゃねまあ俺は6黒打てばいいかなって思うな。別に一番も6黒打つかもしれないし、わかんない。俺は6黒でいいかな。別に <laughs> あー。ああでもどうしようかな。7白にしとこ。あ、6黒でも7白でもいいかな。まあ俺の思考だと7番狼があり得るって話だったから。7白でいいかな俺。 夜が明けました。昨夜は一名の方が亡くなりました。五番、六番。のプレイヤーが発言します。九が七四三が八。三 <laughs> が八黒。一 <laughs> が七黒か、じゃあ、一、七パンダなんだ。じゃあ、七からいきますか。 でいいんじゃないですか八七ってこと一名戦八七。うー、ん、まあ一番オ死んだと思うけど全路盤面ねって思ってたのがちょっとうんオ思ったぐらいかな終わったーターオでも出たからいいにんーターオーターオーターオータでオーター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 オーらーオーター終わったいいっ。オーター終わったオーターオーーオーターオかターオーターオー 終了なんか8番さんってすげえ暴言入吐いたけど、<laughs> 結局黒なんだなーって感じですね。時短で。じゃあ、9目線の、まあ、どこ黒かっていう話もしてもらって感じかな。はい、以上です。7番のプレイヤーが発言します。<laughs> はい、えっとー、俺お誰、あれ、誰もやってないよね。柱発言とかやめてみたいなの。まあいいけど、あ、俺ですよ、別に。 で、俺が死んで、で、8が黒だったんですよね。んで語り6白。おい。やった <laughs> なにそれやじゃあもう、はじゃあもう、わかんねえ結局。バカだじゃあ6はしろでいいんすね。バカでだよね。え違うわ。8が、8が黒だから別に6しろかはわかんねえんだ。えー、じゃあわかんないっす。 じゃあ、わかんないっす、別に。で、えっ、ー、と、8が黒だったのかっていうところなんだよね。8が黒だったから、えっ、ー、と、8、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで。俺、あ、じゃあ1、見なのね、くらいしか考えてなかったわ。えっ、ー、と、うーんとね、全員8に投票はしてるし、えっ、ーえー、と、ま、あ単品で、 ちょっとよくわかんない発言をしてるなっていうのはやっぱり4番さん4番さんの信仰思考あたりがちょっと僕にはわからないし炙り出したよみたいなのもわからないけどじゃあそれが黒要素かっていうと正直わからないただまあもう8が黒だった以上別に占いをもう殺す必要はないのかなって思ってるかな変に芯つっちゃうのもあれだしっていうので うーんどうどだろうね9番のプレイヤーが発言しますちょ3番1回だけ1回だけ思考を、ま、な直してくれないもうこれでまだ1番のシーンを追うならもう勝手にしたらいいけど俺目線って1番が強靭で潜伏して 3CO2 周目に CO して1強靭視点で89進路を分かってて2分1で今の盤面ね 実際問題俺真に刺さって8狼を釣るってゴミムーブすぎるから俺は1の俺視点は1狼で追っちゃダメだったかな <laughs> そんな、まあ、実際は俺の考察間違えいやワンないか1番がバカ狼18で7クロやっちゃったら7番釣られて旗になって1番釣り王となるからクロストになんねえじゃんで6白変えたとかはさすがにないと思うからえー、それやる1強靭で2分1すげえけどな 実際利敵してるし1番って強人なら8クロつってはいそうだなえ正しい進行した場合は1シーン追産んだった1シーン追った場合でもえっ、ー、と1番って9白で俺強人、うん、6白打ってるんですよねじゃあカングレって4番だから4詰めで俺シーン追ってきてる追ってくれてる場合でも2番と7番白結果僕持ってるんで じゃ4番つって終わんなかった場合って基本18終わらなかったら68で1番が今6番に囲ったってだけなんで基本今日勘ぐれ4番詰めが安牌だけどだって18狼でさ7黒打ってあやっべこれ7番つられたらやっべっつって6白に帰って <laughs> ないと思うけどなぐらいっすね基本4詰めが正しい進行っすね以上1番。 のプレイヤーがが発言します番す、ね、ん何を言うとるんですかまあ別にまあ普通に、えっと、7番さんの反応的に僕黒をわざと打ったんですけど78だった時って柱できないんよねなぜなら、えっと、1強九進って見えるはず7番はだったら柱すると負けちゃうから1強陣ね今日1釣ってって真っ先に言えると思うでも7番さんはきっと村だから 走ら、えっと、して1が破綻するの見ようぜってことを言ったんだと思うんだよねで占ったのは6番さんが6番さん白はい3番さんと6番さん聞いてほしい7番さんオオカミっぽくないよねって思ってるまあオオカミ当てられなくてごめんなさいはいまあ別に今日、まあ、グレー詰めてってなった時に多分村目線あれじゃん占いシーン決めるしないといけないから難しいんじゃないって思うけど うん、まああと8番さんのクロアスなんて言う必要ないっすよね。うん、俺が強人になって理的も程があるだろうってで5番さんはレノ使用室だと思ったから全人外ロスだと思ってそれ以外の考察してなかったからさめっちゃ難しかったって感じですね。うん。ああ難しいなぁ2 4ちょっと分かんないけど今日9番いってほしい。出した。 僕が占、まあ、生きてたら占ってその結果納得いかんかったら僕を釣ってください。それでお願いしたいな。うん、まあムーブ的にはちょっと強人っぽく見られるかもしれないけど結果的に8黒だったでしょ。1番さん、9番行きたいって言うんや。 いやー8番が苦労結果落ちて、あのー、8番の投票が1人だけだったことから、わりかしこれ、新郎朗あんのかなとか思ったけど、てか、それが安定進行だと思ってるし、かな、そもそも昨日、なんか俺が納得いってないのは、3番が騎士を出したところで、はじけの芯を切るんであれば、グレー詰めた方が良かったって絶対思ってて、だからこそ、なんか普通に3番の進行に納得いってないし。 なんか負けそうな気がしてるから、ただ、7番が8、7でつながってないっていうのは、俺も感じていて、正直、おそらく4なのかなぁと思ってはいるんですけど、いかんせん、それぐらいだから7番さん7番と4番では、そんなにでも探しを正直ないとは思ってるんで、わかんないから、からだからこそ、進路論もあるのかなと思ったんですけどね。うん これの一番のシーンを終える3本すごくね <laughs> って感じですね。<laughs> この一度の発言でシーン終えるのすごいよな。よ <laughs> まあ、からんけどとりあえず占い釣り切りが安定だと思ってますね。そうした方がいいと思う、今回。で9に対して終出てるし。かな狂人にしか見えないけどな、一、はい、番のボーろって。この時点でグレー拒んで9番い行ってくれってのはやばいと思うけどな。何を言ってるんですか占いなんか絶対詰めませんよ。はい。 一八六六が九詰めたいという一番の発言から否定されたので、占いは新疆で固定します。で、一番が強人だった場合って。 九番が新占い師になりますように一番が強陣だった場合で七白出してねそこに黒七黒ボンってぶつけてるんですよ。それを撤回する意味があんまり一番強陣でなくないですか。なおかつ七番が狼っぽくないって強陣としては利敵しているんで基本的に一進固定。まあ基本な活戦に九番はあんまり進を打ってないですね。<laughs> ロックすげえな、まあ。4いい <laughs> まあじゃあ四番二番のなんかな。じゃあ今日はもう例の権限にまた使います。四番二番のなん。ロックすげえなー、はい。まあ基本的に四番二番の出したら終わりそうですけどね。<laughs> ロックすごいなもう。<laughs> はい まあていうか、なんか2番は俺につかかってくるのは何なのって感じなんだけど、そもそも。俺はね、当ててるんですけど、まあもし、まあもしかしたら9番シーンはあるかもしれないけど、基本的に1位だと思うけど、こんな。なんか9番のシーンがあまりないと思うんですけど、僕は。9番視点で8番の発言聞いて、8番教授に1番狼って清掃は絶対偽だと思いますけどね。まああと1番の,あの語りでなんか苦労を見極めようって結構シーンでしかないけど、まあでも4番結構臭いんですよね。何が6占いなのかよくわかんないんだけど。 てか俺ぶっちゃけ最初7黒って聞いたときえっと思ったからぶっちゃけえ7黒なのと思ったから俺2番4番が人外すぎるからてか2番4番両村絶対ないと思ってるんで僕の遺言僕多分明日噛まれると思うから僕の遺言は24釣り切ってください、まあ、だから今日24のランで多分どっちか黒落ちるまあそっちから終わんなかったらどっちか狼でしょうと思ってるんですけど僕は、はい、24度出してくださいこれ遺言です、はい、で今日4番2番のラン絶対、まあ、9支年は4投票でしょだから、はい、4番 のプレイヤーが発言しますうん、えっとね、2番釣りは賛成なんですけど、なんで4って、ただグレーだからって思いますよ。で、えー、1番さんが割と焦ってる狂人っていう可能性もあって、じゃあ、9が真だった時にどうなるのかっていうと、9番が真だったときには、えー、9番さんって、えー、今日はどこだっけ、7白持ってたんだよね。で、初日が2白だよね。 ってなった場合、9番3目線、6黒になるんだよな。6黒になるよね。6の黒はね、結構あり得ると思ってるんだよな。だけど、2だけど、仮に1番3が真だった時に、えー、っと、6白持ってて、7が白っぽい状況で、狙っ,った場合って、 8番3の過剰な2の触れ方から2のローってありえるんだけど、1番3が今日9から行きましょうっていう視点がね、なかなか理解できないんだよね、個人的に。なおかつ、えー、黒打って、だから1番3ってさ、8シーンだと思って、あの、強人で9に白を打ち込んで、8落としたら黒だったからっていう強人って全然ありえるんですよ。なので、えー、どっちかっていうと6から行きたいけど、 まあ2番さんの正直さ、え、1番さん9から行くのっていう最初に言ってるのにもかかわらず9、9一をローラーした方がいいっていう視点が、あの、結構視点崩壊してるっていうか、あの発言がね、おかしくなってると思ってるんで、まあ2から落としていいんじゃないですかね。正直6から行きたいけど。いや、4黒だったらマジで申し訳ないけど、2番か7番で囲いが入ってると俺は思,思いたい。てか4番黒ならマジで申し訳ない。 ただ4番黒って1日目に関してさあれやるのかねラストオカミほぼ2だと思うんだけどねいやこれ4番黒だったらマジで申し訳ないしし今の考察あんま黒っぽくないけどね追放されるプレイヤーは4番ああよかったよかったよかっただ,だよなやっぱ2番か7で囲い入ってるようだだよなよかったーマジで,いやーなんでやねんって怒っててますよマジでありがない 9、1。た、まあ、多分2で入ってるかなって感じなんだけどね、俺は。まあ9番3は自分の城先だから分かるんだけ1番3目線ってさ、えー、仮に強靭だった時に落としづらいのは、あ、いや違うな。そうか。1番が強靭だったら4の方が落とせないよね。4の方が落とせないが、1が人狼か芯になってきたかな。 1>, 1番が4投票してるってことは、1が強人だった場合って4を落とすの怖いのだったら、9番の白先の2を落としたいはずなので、で考えると、1は6か、だから、だからさ、もういいわ。ねえ、っと、もう頑張ってください。これダメだ。黒しか打てないかな。まあ今日3番噛まれるじゃないですか。 まあ別にワンチャン6白で新郎々を追わせるっていうのもワンチャンありだと思うんだよな。どうしようかな。ワンチャン6白にしてさ、198の新郎々だわっていうのもうあ,ありだけどな。いや、きついかな。弱いかな。昨夜は。 1> 1名のの方ががくなりまましした6番のプレイヤーが発言しますああ自分目線9が私に黒打ったんで9にせ分かったんで結構すっきりかなでも4強なのかなって最後の発言思ったけど違うんだ1が2黒かえっと昨日普通に24どちらかに行くって場面で4番さんの発言が普通に特におかしくなかったと思ってるから。 ちゃんと1の偽とか、強人も追っての発言してたから、2番さんって占いをロラしようとしてる人物だったから、おかしいなと思って2入れたんですけど、昨日4番いたんだって感じですね。はい、えー、だから9強1二2あ四が、4があれで、強、うん、人じゃなくてよかったなと思った。最後なんか 一が進化ろうかっていう発言がおかしいなと思ったから、は八郎でしかないから、はい。だから強人もあんのかなと思っちゃったけど。マジちゃいました、ね、はいマジまあさ番に言ったら終わりに。ローカが良かったかもしれんな。六ーカの方が良かったかもしれんな。やったかもしれん。六ーカシローに一緒ったから。はい。まあそうですね。確かに昨日、あの、うん、別に人に投票すればよかったもん。 っって思って思まますす別に、はい、2に2投票します3番さんの遺言だし、まあそうじゃなくても、別に26で単体ずつで見てもって感じかな。6しろの方が良かったかなー、うん。で、19で戦わせても、まあ2かなーって感じですかね。まあ、一応、あの全然あのまだ決め打ってるわけじゃないんで、僕目線ね。てか、俺のあれか、投票で決まるのか、怖これ。やめてそういう。 まあはいどっちかに入れます9番のプレイヤーが発言しますまあ絶対72に入れて村負けじゃんえー、っとじゃあ仮にね1番が死んだった時に7番黒って打って反応見たかったですって3番はそれが新要素って言うけど7番真の時やったことあるか7番が死んぐらないしの時にやったことあるかどうか思い出してくれ <laughs> なあ特に あまあ、一日目に言ってた6八ってのが合ってたんだよ。6番が一発目でトップバッターで発言の、あの、何て言うんだろう。量が少ないから8番が6番囲って、まあ6八だったっていう考察が合っていたぐらいですね。逆に考えてくれ。1番が真だった時に7黒で打って反応見たかったですって言わねえのと、1番ってさ、1日目は全路だと思って、全罗でしょって。いや、だって5番ってふざけて例の使用してただけだとか。 そういういのも理解できてなかかったりだとか <laughs> で俺が昨日4番詰めって言ったら1番って「何言ってんの?」っていやだから勘ぐれの4番詰めてってで結局1番って4番に入れてんだぜ7番1番って9番の進行に「何言ってんの?」って言ってたのに結局4番入れてたり全路だって思い,思い込んでたりとか分かる言ったりとか7番黒って言ってやっぱ語りですって言ったりこの1番のシーンを用がどうかしてるだろう。 俺なんか間違ったこと言ってるずっと。1番が狂人だったらこうこうこうだけど、実際問題は1番狂人だったんだけど、8番お金86だったんだけどってゆ全部言ってんだけど、何を間違えてな曲がり曲がって1番が真の世界をこの村では追われてるのかわからない。今日6番行ったらゲームセットなんだ七番頼む。1番のプレイヤーが発言します。1> <laughs> 1番<は>あまあまあ、狂人落ち着け。はい。で、えっと。 2番さん占って黒。で、えっと、まず4番さんも言ってたけど、僕があの時点で強人だった場合、えー、差8が狼で落ちてることから9が真、2が強人。そしたら俺は絶対に2に入れます。でも俺は真だから4に行きました。はい。 なんか、徳川その2と4の単体考察って俺正直できてなかったんだよね。まあ理由は5が例の使用してて全人代の人だ上がらか返ったのが本当に申し訳ないとこなんだけど、2番そういうのもあり、まあ、4番さんに入れました。で、9番さんが4に強靭だけど4に行ってる理由は、この人は2と7に白打ってるから、4にしか行けないんだよね。ここで9番さんが2に行ったら、お前強靭やろってばれるから。うん。いや6白の方が良かったかなここ。この2人の4投票の意味の違いね。オッケー で、えっと、今日は3番さんの意思をちゃんと継ぎましょうね。お願いします。で、えっと、僕が、えっと、7に黒、7をパンダにしたけど、まあ、結果6ぐらいになって白だったから6白って打ち直したわけだけど、7番さんが狼じゃないだろうって考察できたのって誰のおかげですか、ね、?7 番さん結局今、村角でしょ、うん、?7 番さんに黒打って、7番さん狼だったら絶対柱しない。1強人9進、1釣ってよって言うはず。 でも7番さんは柱でいいよ。1番が破綻するからって意味を込めて、多分ジェズリを言ったんだと思う。俺はそこで7を弾いた。うん、ここが俺の信用素。で正直8番がさ、1、2、ロー6、9、9と言ってたのくせえなと思ったの。初日に占いたかったって売られたかったんだけど。まあそれは相方の2番を隠すためでしょう、ね。今日は2投票。以上。2> 2<番>まあ、6、7が良かったは結果論かなま,まあ足られば。いやー。 3番って、まあ、まだ下着みたいになっちゃうんですけど3番って8番と9番からばっかり要素を引っ張って1番から全然要素を引っ張らない生産もう不平等だったと思ってたんですよねしかもかなり感情が入ってるし3番のだからあんま信用できへんなって思ってたわけですねはいで6番さんに、えっと、8番で黒が落ちた状況か 占いローラーしようとしたのがおかしいって言われたんですけど普通に考えて18のローローを追うべきであって <laughs> だからそれがまず頭にない6番っていうのはもう試験式してるんですよね,すねあはじめに言っとくんですけど今日は黒黒結果出てるんで26の欄でお願いしますねうん、かな <laughs> うん、しかも1周目6番って4番が強人に見えてるって言ってる状況下で12の欄で言っ,て言ってる謎な人物なんでだ6番ってかなりあの。 発言の内容がおかしくって、6番って4番が強人に見えているけど、一にの乱でいいって言ってる人物なんですよね。<laughs> だから、まずそもそも4番強人を補足したのもおかしいけど、1周目から。だから、いろいろおかしいなって6番だと思ってるんですけどね。なんだろう。俺、そんな黒要素あったかな、なんか。初週からひたすら3番になんか主観だけで黒塗りされ続けてるんですけど、俺。<laughs> って感じかな。はい。いやいや、1、まあ、番強人6 8 ロロって結果なんですけど、まあ昨日一番が九番に行こうとしたところから一番強人っていうのは十分に終えると思ってますね。かな。だから今日は六番さん行ってください。全プレイヤーの発言いーどう。いやどういやそんなに一番俺のシーンってないかなー。マジ、ね、か一番と九番で俺のシーンそんなないかなー。結構頑張ったんだけどまき、あ、一日目は釣られるためにそんなねあシーン取ってないけど二日目三日目は結構頑張ったと思うんだけどなー。ダメなんだろうかダメかなー。 入れんのかなあ、えーうわああ。あ、やった！チンパンジーなっちまう。やっとみんな。取ったお。チンパンジーになっちまった。やったぜみんな。七番さん最後の二番さんの発言出言ですけど。<laughs> 出言してますよ。一<ー> <laughs> 番さん今日チンと思うって<判>どういう番目で言ってんの？新たな目線って。 えっと、1から、えっと、黒もらっ、から黒もらってて、で、九が私に黒で、どういう目線まだ追ってんのえあ <laughs> の、さん、ちゃんと話聞いてほしかったな、うん。えっと、2番さんが、じゃあ、新郎郎を追って、釣り切り安定 <laughs>、釣り切り安定だなって思うんです <laughs> の巨人、えっと、の位置は示さないんですかまず <laughs>、どこで巨人にしてたんですか私は、えっと、に <laughs> なる前の話をしてたんですよ。 4強で1 2, どちらかにとっていうのは3番さんと同じだったからた、うん、全然主観のしつけじゃなくて1番さんがちょっとおかしなことを発言したから2番さんとするとおとしのく何度かコロンビアやったみんないおい絶対無理だと思った絶対無理だと思った1日目にさ8番つっちゃったし2めっちゃ黒いさだけどさだけどさ勝ったんだ俺は <laughs> 俺は勝ったんだ勝ったんだ俺はやったぜマジで嬉しい <laughs> <laughs> 1番、2番、<laughs> プレイヤーが発言しますああああ嬉しいあ正直3番さんの発言が伸びるんでめっちゃ怖かったですね。霊能で逆によかったですね。途中であの退場してもらわないとめっちゃきついなと思ってたんで、あのどうしよう。まあ7番さん行きますか。 さんが教授なのわかってるんで、一日目から7番、のプレイヤーが発言します。いやー、4に投票したり、6に投票したり、ガチの先輩だ。へえー。俺に投票してくれ、へえー。マジごめんみんな9番、のプレイヤーが発言します。地球に生まれてよかったー !7 に入れます。全プレイヤーの発言 私が悪人ですっていや怒りますよ投票が終了しました三番1番 1> 追放ザ・ワービルーコロンビアだ7番これが人狼陣営の勝利…金狼殺だ言ってるから四番が6ラナ誘導してるから負けてるからねそもそもマジで四番がリア強なのでマジで悪い嵐でしょ四番 三 <laughs> 番切れてるみんな。何二ユなっておけばよかったな。ごめんね。てかな,ななかな、んで逆に下がらない。三番さん出て行ったらどうすか。いや出ていくの切て。切れてる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 ねー。三番。マジやば。本当にえってか七番はなんで最後に六入れたのかがマジで理解できないんだけど、一番の強靭めってどこ？一番が強靭なら七クロスのまま押しとけばよくない？意味がわからない。 いやごめんって僕初日から2番狼って言ってるじゃん。だけど4番がさ、わけわかんないこと言ってるから4番もスムラっぽくないから、ね、2番番番だけど基本的に僕2番入ってるしなあ。なあ、そんな怒らなくていいじゃないですか。いや怒らなくてとかじゃなくて、真面目にやってくんないこっちは真面目に発言聞いてるい。その適当にやってるから、負けけるわけよこうやって村が。真面目にやってくんないった。じゃ <laughs> <laughs>